戦中。なんで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 。ちょデッピーの今のアドバイス見てなかった。誰かコピペーション貼ってくれ。今デッピーさんの場合、フィップさん結構ウルト味方のために残したことで、今みたいに激論者に早くつけたら、左から突っ込む危ないからウルトで戻るとかしたら味方詰め出します。ほらはダウン取るまで進行さない。あーな、上一人っすね。上一人了解。バリ貼るやん。デッピーコーム貼るなよお前ら。おいお前らデッピーコーム貼るなって。デッピー公文みたいになってるから。ごめんなさい。いやーごめん。いやーこれやっちゃったかな。今のどうしたらよかったデッピー。あそこキープはないです。最後上から撃たれて終わるだけなんで、よく言ったら左の敵をする。なるほどね。左の敵をする人から少し削る。確かにそうやな。無料コーチングあざっ。楽天カップもまあ言ったら俺のおかげで1位になったってとこもあるから、これぐらいのコーチングはしてもらわな困るでなあ。デピオよ、この前の楽天なんかもう俺がおらんかったらチャンピオンになれ、1位になれてない。基本3パーティーになったらやり合わせるまでは理想なんだけど、どっちか優勢か記録判断し、優勢の方を後ろから打って前の敵と詰めさせるのが一番簡単。なるほどね。それやっぱ VC が必要よな。VC で今左の敵有利なんでそっち打ちましょうとか言うたらいいってことやな。じゃあノラでは、ノラの場合は。